お疲れ様です。こんな格好で失礼します。速開塾の久保です。今ご覧いただいているバックスクリーンのように、まあ昭和というね、イメージとかキーワード、商品やその時代の風景について、まあいろいろとね、懐かしいと思える、まあそんな気持ちが湧き起こってくるのは私だけではないと思います。今空前の昭和ブームなんじゃないかなと思うんですよ。まあ思えばね、今生きている世代の 2つ3つ前っていうのはいつも懐かしくって手の届きそうなそんな思い出としていつの世も私たちの思い出の中に帰ってきてくれてるんではなかったかなと思うんですよね、まあ、例えば大正時代なんてのはもしかしたら江戸ブームなんてねあったかもしれませんよね今私たちが江戸時代って言ったらもう歴史の教科書をひも解くぐらいしかないぐらい遠いのかもしれません まあでも今回は昭和についてちょっと考えてみたいんですけどもなんでねこの昭和というキーワードが今私たちの胸に響くのかなってことなんですよもちろん私たち昭和を生きてきた世代に懐かしいと思えるのは当然なんですけども平成生まれの方もねちょっとした昭和の旅っていうのをまあ体験したり思い返したり憧れたりする分があるんじゃないかなと思います今回は3つぐらいに その昭和がなぜ愛されるのかってことをねまとめてみましたまず一つ目はノスタルジーと温かみなんじゃないかなと思いますねまあ高度経済性中継の記憶ってのもありますし昭和の時代ってのは現代に比べてシンプルで人との繋がりがやっぱり密接だったのかなと思いますまたレトロブームってのも定期的に起こる中で昭和の文化ってのは絶妙のタイミングでこの 平成や令和の時代に思い返されているんではなかろうかと思いますね。現代の生活に飽きたらずに新鮮な刺激を求める人々の心理と非常に深く関係しているのかもしれません。それからですね、二つ目の理由なんですけども、文化的な多様性と深みがあったのかなと。もちろん今もいろんな文化ってのはありますけども、どちらかというと不況が続く中で効率的であるものとか、 それからヒット商品であるものっていうのに絞られてきてしまったのかなと昭和の時代っていうのは言ってみればブームが横にブワーっとね広がったような時代だったんじゃないかなと思います私がよく思うのがジュースとかねアイスとかっていうこういった駄菓子系の食べ物ですジュースってのも横にいろんな種類広がりました今はどちらかというと売れっ子の商品しか店頭に並ばないみたいな感じだと思います廃盤になったジュースも 昭和の時代に比べてかなり増えたんじゃないかなと思いますよね街行く自動販売機も私が幼い頃はたくさんのブランドのたくさんのメーカーが出ているたくさんの目的の自動販売機見ました例えばそうですねアイスクリームの自動販売機当たり付きとかね食品だけじゃなくてアパレルの自動販売機もありました乾電池の自動販売機などもありました今やっぱりそういうのないですよねでジューススやアイス の中でアイスクリームも実はねコンビニやスーパーで売られてるアイスの種類が非常に限定的で限られてるのかなと思うんですよ私が幼い頃ってのはそうですねアイスの棒があるでしょこうやってアイスクリームのアイスキャンディの棒棒がガムになってるやつとかありましたねそれからパキッと2つに割れるようなアイスこういうのも人気でしたまあこれは今でもあるのかなそれからメロンの プラスチックみたいな入れ物の中に入っているメロンシャーベットみたいなのもありましたね。これももしかしたら復刻版で今あるのかもしれません。でもこういった遊び心のあるアイスクリームってのは今ないのかなと思います。一番衝撃的だったのがね、宝石箱っていう高級感のあるアイスです。当時のアイスクリームが50円がメインだったのに比べて、宝石箱ってアイスは100円以上したと思うんですよ。で、その宝石箱ってのは バニラのねアイスの中に氷の粒が色付きでちょこ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 入っていて今のかき氷の逆バージョンみたいな感じですかね今かき氷のカップっていうと真ん中にバニラがちょびっとあってそれを取り囲むのにかき氷だったと思うんですけどもその逆バージョンみたいな感じですね本当にね宝石箱っていうアイスクリームはその CM もおしゃれでしたし未来的でものすごくねドラマを感じさせるものだったと思います しかも手の届きそうにない高級感がまた良かったのかなっていうところですねまあこういうふうな豊かな文化それから伝統文化の継承もどっかで行われていて昭和の時代の前から昭和の時代の後へ続くようなメッセージっていうのが結構あったのかなと思いますで昭和が愛される3つ目の理由としては現代社会へのアンチテーゼがあるのかもしれません過度な競争社会からの逃避っていうね 概念も出てきたのかもしれませんしもしもかしたら私もそうですけども何かね引きこもりを精神的にも肉体的にもする時って懐かしいものにすがりたいって気持ちつまり昭和を思い返すことがあると思うんですよ。昭和の時代の温かいお茶の間昭和の時代の子供部屋小さくても夢のあったそんな子供部屋の中の自分だけの宝物が入ったおもちゃの箱とかね それから私の幼い頃っていうのはね、秘密基地っていうのもやりましたね。近くの空き地や山、こういったところを切り崩して、勝手に、こう、材木とかを持ってきてね、秘密基地を作るんですよ。ドアがついたり、そこには、ジュースやお菓子を保管したりとかね。雨が降ると台無しになってしまうんですけども、私の思い出としては、そうやって苦心した隠れ家みたいな秘密基地もね、ある時行ってみたら、他のグループの どこか知らない人たちが3人ぐらいで占拠していて、ああ、取られちゃったな、みたいな感じでね、取り返す勇気もなく、そのまま過ごすごと書いた覚えがあります。で、しばらくして行ってみると、そこは跡形もなく壊されていて、今ね、振り返ってみると、もうそこには一戸建てが建ってますね。まあそういうふうに近所に、まあ建設予定のものあったにしても、空き地っていうのも、ね、結構あったりとかね、したのかなと思います。その空き地をめぐって、 子供たちのいろんな夢が広がったような気がしますけども今空き地って探すの結構難しかったり犬の散歩をしてもねなかなかね犬の散歩のいいコースっていうのが見つからなかったりするんじゃないかなと思いますねえそしてまとめるとするとデジタル化デジタル化への反動ですかねうんこれもあるんじゃないかなと思いますなんかそのスマホがなくてもいろんな夢をかきたてられた昭和の時代 今、多くの人がスマホを持ってすごく便利な世の中を暮らしてるはずなのに、なんか不自由になってるような気がしませんかっていうところなんですよ。なんか時間に追われていたりね、のんびりしたくても、LINE やメールが飛び込んできて、急に現実に引き戻されたりとかね。私たちの幼い頃、昭和の時代ってのは、電話ってものが一つのコミュニケーションツールでしたんで、やっぱ家に帰るとね、電話にメモ書きとか伝言ってのがあったと思うんですよ。 それが急用だったかなっていうところで、めったにそういうことなかったですよね。だからね、情報や変化っていうのが、あるようでなかったのかなと。非常に私たちにとっては、ある程度の刺激と、ある程度ののんびりさ。それがちょうどよく融合した、そんな、なんか暖かい時代だったんじゃないかなと思いますね。皆さんどのようにお感じになったですかね。はい。 えー、昭和というキーワードは単なる解雇趣味ではなくて現代社会を生きる人々の心の奥底にある様々な感情と結びついているのかなと思いながら今回のメッセージを閉じたいと思います。それではお疲れ様です。